よ。はい、どうもチョブリです。ということで今日はですね、イフットボール2023アプリ版のやっていこうと思うんですけれども、今回はあのめちゃくちゃ強化されたある選手を獲得することができたんで、ちょっとねご紹介していけたらなと思います。ってことで、その選手がはい、こちらルイス・ディアスですね。ご紹介していきたいと思います。いや、皆さんルイス・ディアス引けましたよ。てかね、めちゃくちゃ久々のアプリ版でのこの選手紹介動画になるんですけれども、いや、背置き版ではめちゃくちゃ引きが悪くて、アプリ版でもねもちろん引いてみたところ、このルイス・ディアス獲得できましたということで、まだ実は1試合も使っていないんですけれども、ちょっと今日はねご紹介していけたらなと思います。まあ育成してみたんですけれども、めちゃくちゃ強そうな能力してますね。ちょっと見ていきたいと思います。このルイス・ディアスがですね、左ウィング登録の選手で、身長180センチ、レベルが29レベルまで上がりますということで、今回のルイス・ディアスかなり強化されてますね。そしてできるポジションが両ウィング、そして左ハーフですね。でプレイスタイルがウィングストライカーといった感じになっております。で能力値見ていくと、まずこんな感じですね。ボールコントロール90、ドリブル93、ボールキープ90ってことで、こう90乗っかってるのめちゃくちゃ熱いですよね。でパスはね育成してないんで、62、62ってことで、パスはあまり上手くないんですけれども、決定力はね、まあ、75まで上げましたね。そしてこのスピード瞬発ですよ。スピードが92、瞬発が95ってことで、いや、ここがトップ強化っていうか、めちゃくちゃ速いですね。もう初期能力値で85ぐらいまであったんで、こんだけ上がるのエグいですよね。でキック力が89まであって、フィジカルコンタクトあんまりないんですけれども、ボディコン80まで上げましたね。でスタミナが88ってことで、まあギリギリ1試合通して使ってあげれるんじゃないかなと思います。で逆足頻度が高い、精度が高い、波が小さいということで、まあ、逆足がねどっちも使えるんで、これね左サイド右サイドどちらでもねしっかり使ってあげれるんじゃないかなと思います。ルイス・ディアスね、スキルもかなり優秀なんですよね。ダブダ持っていて、ルーレット持っていて、そしてもアシュラコントロール持ってるんで、エラシコつければね特殊ダブルタッチすることができるんですけれども、アクロバティックシュート、ピンポイントクロス、アウトスピンキック、ノールックパス、マリーシアということで、いやスキルめちゃくちゃ優秀ですよね。ダブタルーレット持っていて、しかもねこのサイドの選手でピンポイントクロスとアウトスピンキック持ってるのめちゃくちゃでかいんじゃないかなと思います。まあ追加スキルで特殊ダブルタッチにしてあげられたらめちゃくちゃ熱いですよね。まあ今回のルイス・ディアスに関してはかなり強化されているんですけれども、やっぱりこのドリブル能力値とこちらのスピードですよね。ここはこんだけ高かったら、まあ使用感悪いわけないと。そしてボディコンも8まであるんでね、これはねウイング最強クラスの選手なんじゃないかなと思います。リバプール CS ガチャでもね一番の当たりとよく言われてますけれども、まあやっぱりそれだけを能力値してるなっていう感じですね。はい、てことで早速ですね、このルイス・ディアス使って試合の方やっていきたいと思います。はい、てことでマッチングしたので早速試合やっていきたいと思います。で今回ルイス・ディアスはこの 4-1-2-3 の形のこの3トップですね、この形の左ウイングで使っていきたいと思います。まあ両ウイング使えて、しかも逆足も使えるんでね、左でも右でもちろんいいかなと思うんですけれども、今回はね左で使っていけたらなと思います。調子の方は普通ですということで、まあまあいいんじゃないかなと思います。ベンチはこんな感じのメンバーですね。そしてお相手の方が、はい、こちらを同じフォーメーションですね、 4-1-2-3 の形ということで、これはね結構いい試合になるんじゃないかなと思います。ってことで早速やっていきましょう。はい、早速やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということでルイス・ディアス僕初めて今回使うんで、これめちゃくちゃ楽しみですね。やっていきたいと思います。てか前下げするの動画で忘れてたね。アプリ版の動画はこの試合撮るの結構久々な気がするんで、お、ルイス・ディアスの使用感読もた感じちょっと軽めですね。いや、これルイス・ディアスに特殊ダブルタッチつければ絶対強いですよね。いや、エラシコつけて、マジで特殊ダブルタッチにしたいなって感じするんですけれども、はい、こっからルイス・ディアス使って一回ワンツーいきますか。ここワンツー入れて、エイズで持ってルイス・ディアス、そしてダブルタッチ、いける？いや、いけないか、惜しい。ダブルタッチ持ちたらめちゃくちゃいいポイントなんですけどね。てか個人的にはルーレット持ってるのがめちゃくちゃ嬉しいですね。こうクバルディオルしっかり守備して、ナイスビエラ。ルイス・ディアスまたあるよ、落ち着いて、はい、こうワンタッチで抜いていく、いいよこれ。ダブルタッチで入れて、いやギュンギュンじゃないこれ、なんかいける、これなんか切り込んでダブルタッチ、いけって、えぐい欲しい。ルイス・ディアスえぐない、めちゃくちゃ軽いぞ。お、いや無理か。あ、ディアスある、落ち着いてルーレット行ける、いやー無理か。いやめちゃくちゃ使用感、今の突破えぐかったよねこれ。俺そんなアプリ版めちゃくちゃドリバルは上手くないですけど、そんな俺でもあんだけ抜けるのはね、これ使用感の良さを表してるんじゃないかなと思います。これディリストしっかり下げて守備していきましょう。これいけない、あ、ナイスディリスト強い、中当ててこう縦いいよ、で中向いてこうワンツー入れつつ A 使って、ここ、いやーナイスボール。いやディアス足も速いからめちゃくちゃいいよこれ、えぐないこれ。で中
はい、ゴール。パスの下手された。みんなこれパス61ぐらい出したっけ。パスの下手さ出ちゃった。今1点だったけど、皆さんあの盤面は注意した方がいいかもしれないです。これちょっとしっかり守備しよう。ここ PL で真ん中切って、まずい、オッケー、ナイスナイスナイス、メッシー縦当てる、オッケーで落として、いいよ、でここオッケーオッケー、いいクリス。いやマジで相手の方スラで呼んでくるのうめえな。いやーこれディフェンスがしたくないけど、うん、やばいなこれ。ちょっとサイバーめっちゃ上がってる、クバルディオルが。ここ頑張れ。おお、危ねえ危ねえ。はい、後半やっていきましょう。よろしくお願いいたします。ということで、結構前半は左サイドルイス・ディアスのところからチャンスは作れていたんじゃないかなと思います。ここディアスまた使って落ち着いてサイバーの上がり、いや軽いな翔くん、やっぱりこナイス、落ち着いてディアス上がってくるの待つか。いいよ、ナイスナイス、ディアスでダブタかまして、いやー無理か、タイミングがまずかったですね。ここしっかりディフェンスを守備していきたい。ちょっとラグ下がれた今、これとチームプレスで生かしつつ裏ケアして、ナイス。はい、ここ頑張れ、ナイス。きついかこれ、頑張って中切りつつ、オッケーオッケー、ナイス。ピエラから縦当てれない、まずい。これルベン、ルベン、まずい。ナイス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 、相手のことうめえな。ナイスメッシー、下、これ下空いてる、ここ空いてる、ナイス。きたー、ソンきた、ソンきた、ゴーゴーゴー。いやソン早足、ソンから落ち着いて中切り込んでダブった、そしてコンカー。いやー無理か、惜しい。ちょ、点決めたいっすね。これ縦当てて、ソンから落として、ここ使って、ルイス・ディアスから当てる。ナイス、いいよ。これ、ルイス・ディアス転んでるけど、頑張れ、エイズ。いやー、きついか。ちょっとこれ、そうそう、選手も変えたいね。これ、みんな体力がえぐい。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。当てて、お、ルイス・ディアス、オッケー。で、ここ、エイズが、エイズの体力がやばい。エイズのめちゃくちゃ能力値がもう下がっちゃってる、これ、多分。デリフトも体力ない。なんか、マジでスタミナの減りめちゃくちゃ早いな。こう頑張って、クバルディオル、縦。いやーきついか。だからルイス・ディアスは体力も結構あるから、結構スタミナの減りも遅くて、そこは結構こんな感じで、今、スパサモ選手もまだ交代できなくて入れてないんですけど、結構いいポイントかなと思いますね。ここ、ナイス、落ち着いて、ナイス、危ね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 、当てて、ここ、はい、ルイス・ディアス使っていく。いや、まだ体力あるよ、うちのディアスは。いや、足速くない？いや、マジで速くね、これ。いや、エグデスすら食らっちゃってるじゃん。マジで。いやでもこれされるぐらいのこのルイス・ディアスの足の速さってことっすよね。ちょっとこれスパサブもう時間ないけど変えていきますか。ちょっとレアオンどうすかな。これイサック、ちょ、いつもはなルイス・ディアスがいないんで左ハーフとかウィングにね、使ってるんですけども、どうすかな。イサック右ウィング行かせるかで、CF にレアオン入れて、調子が、コマンが悪いから、ネイマール OMF に入れて、そしてレパールも OMF で、これでやっていきましょう。ルイス・ディアスはね、そのまま使ってやっていきたいと思います。近く一回繋いでいきますか。近く、ここいけな、あそこいけんじゃん、これ。ここっていけないの？このスペースってこれ。いけそうじゃない？思いっきりパス出せば。ここ。いけないこれ。いけるじゃん。来た、ルイス・ディアス。待って。ルイス・ディアス、待って。なんであんなになっちゃった？これまだいける？当てる？ネイマール？ルイス・ディアス落ち着いて、グッ、フィジカル、あ、ファール、また来たチャンスか、これ。ルイス・ディアス外したチャンスか、これ、また舞い込んできました。これ、もう一回いけたりしない？今んとこ。もう一回相手同じ過ちを犯したりしない？いや、しなそうだな、これ。つないでいくか、ちょっと近く。ここ、ちょっと当てて、ここ、スルーパス。ルイス・ディアス来た来た来た、おいー、ルイス・ディアス決めたぞ、みんな。これ、0対0のもう85分ぐらいじゃない？これちょっと前下げしよう、開幕。ちょっとこれ90分、もう8分で90分じゃん、これ。前下げ前下げ、こうしっかり固く、ルイス・ディアス、こうターン、オッケーオッケーオッケー、えぐないみんな、最後にディアス決めましたよ。はい、てことでルイス・ディアスメイン仕様、皆さんいかがだったでしょうか。めちゃくちゃ使用感良かったね。なんか足元の軽さもそうなんだけど、この前の推進力がかなりあって、めちゃくちゃ使いやすかったですね。まあ相手の方もかなり強かったんですけれども、その中でもね、結構輝かせることできたんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんもね、今回のこのディアスかなり強化されているんで、獲得した方は使ってみてください。はい、ってことでこんな感じでイフトボールを上げてますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。